はい、どうもこんにちは。今回はめちゃくちゃ便利そうな SD カードケースを紹介いたします。まずケースを開けるとこんな感じになっておりまして、カラビナがね一つ付属しています。このねカラビナはまあケースね上部につけることによってリュックとかねカバンからブラブラ下げることができます。こんな感じでねブラブラさせることができます。ですがね、カラビナをつけるところよく見てみますと、非常にね、貧弱な樹脂でできているということがわかります。これではね、気づいた時にはポッキリいってて、本体ごとね、なくなっているということが起きそうです。ここはね、耐久性にありなので、使わない方がいいと思います。それではね、内部の方を詳しく見ていきましょう。ここがね、カードを入れるスペースです。この一番小さいところはマイクロ SD で、全部で8枚収納することができます。そして一回り大きいスペースが SD カードです。全部で4枚収納することができます。そしてこの一番大きなスペースが CF カードですけども、まあ最近はね、使ってる人はほぼいないのでね、大丈夫でしょう。そしてこのケースの最大の特徴といってもいい機能の一つ、バッテリー残量を示すところができるゲージがついています。そして、これまでね、私が使っていた SD カードケースは、エレコムの対衝撃ケース。この外観からね、見てもね、かなりタフです。このコンパクトなケースにマイクロ SD8 枚、 SD8 枚が入ってしまう非常に優秀な防塵防水ケースとなってます。ちなみに今撮影しているのがエクストリームプロの 128GB です。書き込み速度が速いのでおすすめです。それでは実際に SD カードを収納してみましょう。向きはねあまり関係なく収納できるケースです。エレコムのねケースに比べると少し入れにくいような気がします。これはね、3枚分のカードを重ねるため一番ね、下が深くてちょっと入れづらいですね。でもちゃんとね、押し込むことによって収納できるので、一度ね、入ってしまえば問題なさそうです。衝撃をね与えてもしっかりと保持してくれています。とてもねいい感じです。慣れればねすぐカードを入れられそうですね。そして次は SD カードを入れます。こちらもね問題なくいい感じの締め付け具合で保持してくれます。マイクロ SD のね上にもちゃんと SD をね収納することができました。それではね、バッテリーの方を収納します。今回ね、手元にあった LP-E6 を入れてみましょう。対応機種はね、右上の方にありますが、これね、一部なので他にも入るものがあると思います。で、こんな感じで蓋を閉めて、ロックをかければ OK です。完璧ですね。最高です。そしてバッテリー交換をした時は、ちゃんとですね、空のバッテリーの表示をしましょう。これ右左のね、どちらの、まあ、バッテリーがね、満タンなのか空なのか迷わないで済みます。非常に便利な機能です。はい、というわけで今回は非常に便利そうな SD カードケースを紹介しました。気になった方はね、概要欄にリンクの方を貼り付けておきますので、ぜひチェックしてみてください。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。